こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。はい。こんばんは。はい。たくさん、かがみもちありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。お時間作ってみに来てくださってありがとうございます。かがみもちありがとうございます。はい。今日も歌わせていただこうと思います。はい、鏡餅3つ、たくさんありがとうございます。ナイスもありがとうございます。はい、今日は10時までですね、やらせていただこうと思います。そうですね、お正月はずっとあれですね、配信やらせていただいておりますね。 お正月、私ずくめの3日間にしてくださってありがとうございます。配信でね、あ、夜だけだけど、夜だけじゃないかもしれないけど、あの一日中ってわけじゃないけど、あれなんて言うんだろう、夜はお時間作ってくださってありがとうございます。はいね、明日からね、お正月もね、私終わってしまって、お仕事ですって方もいらっしゃると、たくさんねいらっしゃると思います。ヨウさんありがとうございます。あ、大吉ありがとうございます。ネコネコさんありがとうございます。トクメさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヨシーさんありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。ナビありがとうございます。よし、明日からね仕事ですって方も、また明日から頑張ってください。ビビさんありがとうございます。ありがとうございます。山猫さんありがとうございます。幸せなお正月です。よかったです。ファースナッサさんありがとうございます。では今日も歌っていこうと思います。よろしくお願いします。10時台から歌っていきます。いきます。
メジャーの曲自分次第でした。ありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。改めまして皆さんこんばんは。今日も時間作ってみてくださってありがとうございます。10月ね、最後の日ね、お休みの最後の方もいらっしゃると思いますね。お時間作ってみてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。プレゼントで応援もたくさんありがとうございます。今ね、新年のイベントで参加させていただいております。わっちの名前がふわっち新年会というね、イベント参加させていただいております。応援していただけると嬉しいです。まだね、1日しか、昨日だと1日、昨日からなので1日なんですけれども、あれ、あ、そうだよね、昨日からが1日、あれ、おとといか、あれ、おとといか、おとといですね、1日からおとといに1回だけで、そう、8まで、8にならせていただいております。今ありがとうございます。たくさんね、応援ありがとうございます。はい、今日は最初から参加できて嬉しいです。ありがとうございます。最初からありがとうございます。そっか、お時間がね、そう違うからね。はい、ありがとうございます。お時間よろしかったらぜひ、10時まで配信させていただきますので、見ていっていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。キムマサさんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ようくんさんありがとうございます。ありがとうございます。匿名さんありがとうございます。あら、もう、あれ、7位飛ばした。ありがとうございます。もう6位。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぬくんさんありがとうございます。はい、では私も頑張らせていただきたいと思います。今日はカバーから歌わせていただこうと思います。よろしくお願いします。ごめんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん一つ一つありがとうございます。鏡餅もたくさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。みかさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、いろいろ調べてくださったんで、 ありがとうございます。から調べてくださったんですね。ありがとうございます。ヤマさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヤロケイさんありがとうございます。こんばんは、皆さんこんばんは。ナイスも約3個もありがとうございます。何何、自分の車が盗まれる夢は特にあなたが努力していること、打ち込んでいることが報われるような、うん、あ、なんかすごいいいことなのに、いいこと、いいこと。皆さん提供ありがとうございます。あ、なんかすごいいい感じ。結果につながる戦況の、これなんて言うんだ、吉夢かな。あー、すごいいいですね。よかったよかった。よかったよかった。じゃあいい夢だったんですね。よかった。調べてくださってありがとうございます。はい、ガールズさんありがとうございます。ね、前向きな夢だった。ちょっと危ないかなと思ったんですけど、新年早々ね。はい、そう、牛とかめっちゃありがとうございます。後ろの、そうですね、銀ののはね、銀ののあれじゃ、銀のですわ、銀のは、あれ、YouTube の10万人登録者でいただける銀の盾ですね。そう、私の名前を入れていただいておりますので、世界に一つだけです。そう、本当10万人という数は本当にすごくて、銀の盾です。はい、ありがとうございます。初めて見に来てくださってる皆さんもありがとうございます。こんばんは。よし、じゃあね、今日は海から歌わせていただこうかなと思います。
愛の形をですね、フルで練習させていただきました。愛の形アカペラですが、はい、アクサニクスありがとうございます。シャッターですね。ごぼうにした青年だ。猫聞きたいです。猫聞きたいです。たくさん、ちょ、ごめんなさい、あの画面揺れます。前の中のドアもいいかな。あ、画面揺れます、すみません。あ、ごめんなさい、変なのしちゃった。好きな人がいること多いですね。ちょっと待って、メモしますね。たくさんリクエストありがとうございます。私は追いつけてない。揺れちゃう、ごめんなさい。揺れるね、揺れるよ、揺れます、揺れる、ごめんなさい。インテアールさんありがとうございます。今まで名前間違えてた、はい、すいません、失礼いたしました。揺れます、揺れます、揺れます、揺れます。回る空うさぎが2回連続で、たくさんリクエストありがとうございます。歌えるかな。歌えるかな。うん、明日もいいですね。リバーブをアップ、入れます、入れます。はい、まずは愛の形から歌わせていただこうかなと思います。お時間もね、少ないので。では、ミーシャさんの愛の形をフルで歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。あ、リクエストか。リクエストありがとうございます。では、行きます。あのね、いきます。あのね、いつの間にか気づいたんだ。愛にも仕方違って、それがすでに私の胸にハマってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を作ってしまうね。あのね、大好きあなたが心の中で広がってくたび、愛が溢れ涙こぼれるんだ。これかな、たくさんの泣き笑いを知るたびに増えてゆくの、飛び出たとこへこんだとこ二人になってく、時にぶつかりすり減って、そしてまた埋め合っていけばいい。大好きなあなたがそばにいない時に、ほら胸が痛くなって、あなたの形見える気がしたんだ。あのね、大好きだよ、何万回も伝えよ。
社さんの愛の形でした。ありがとうございました。ちょっと一番惜しかった、そこだけが、すみません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ミシャさんの愛の形、初めてフルで歌わせていただきました。やっぱ最後だけまでの盛り上がり、最後のね、盛り上がりがやっぱいいですよね。はい、ありがとうございました。ヨークンさん、ありがとうございます。たくさんパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨウさん、ありがとうございます。バーセルキノコさん、ありがとうございます。あ、ヨウ、あれなんかすごい、すごく、人いなんて言うんだろう。ね、飛んでる。ありがとうございます。もう4位、ありがとうございます。はい。はい。え?待って。あれ?あ、ちょっとなんか、あれや、ぐるぐるなる。大丈夫かな。はい。3位、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。マッシーさん、ありがとうございます。琥珀さん、ありがとうございます。めちゃくちゃよかった。ありがとうございます。よかった。はい。これからはフルで歌わせていただきますね。はい。ももかさん、ありがとうございます。とても歌声綺麗でした。ありがとうございます。よしさん、ありがとうございます。くねこさん、定期ありがとうございます。たくさんナイスも124個もありがとうございます。はい。ありがとうございます。ソレイル30個もありがとうございます。敵すぎらいの形でした。よかった、ありがとうございます。はい、かなかさん、ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぶっちさん、ありがとうございます。すーざんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、鏡餅もありがとうございます。たくさんもありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日ポニーテールなんですよ。いい感じじゃないですか。なんかシュシュ、これシュシュですけど、ずっと前もつけてた。あ、失礼しました。はい、シュシュなんですよ。はい、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。よし、OK、ありがとうございます。続いてですね、歌わせていただこうと思います。回る空うさぎ、回る空うさぎ。はるか月を目指した、ひべりになっちゃう。いけるはいけるけど、なんかちょっと悲鳴混じっちゃってない。すごい高いね。すごい高いけど、なんて言うんだろう、聞き心地がいい子じゃないかも。大丈夫かな。猫と回る空うさぎ。聞こえない、大丈夫?大丈夫かな?はい。回る空うさぎ。そう、一個低くしても高いんだよね。回る空うさぎ。みと、もう届かないやけ。では、オレンジスターさんの
回る空声出していただきます。オレンジスターさんの回る空うさぎでした。ありがとうございました。かねかね、ありがとうございました。ちょっと悲鳴混じっちゃってたかもしれないけど、すごい高いところ、はい、リクエストありがとうございました。うん、ほんとこういう星とか月の曲って、ね、綺麗でいいですよね。よし、さんパチパチありがとうございます。マジルキノコさんありがとうございます。ヨウさんありがとうございます。ありがとうございます。サピーさんありがとうございます。コイムカありがとうございます。クミさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、ヨモニコさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんコメントでね、あのリップ、ツイッターなどのリップでね、たくさんあの前菜を食べられてましたよね。はい、バグさんありがとうございます。ありがとうございます。ここもすごい、ありがとうございます。ありがとうございますね。前菜をたくさん食べられてて、写真見ていいな、食べたいなって思いました。今日まだ食べてないんですけれども、ちょっとお休み中、冬休み中には食べたいなって思います。美味しかったですか？美味しかったですか？うん、まだ食べてないんだよ。食べた、まだ食べてないんだ。椿さんありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。久米さんありがとうございます。前菜でお餅3個食べました。おお、かなり行きましたね。ちょっと食べましたよって写真載っけてくださってた方や、食べましたってね、コメントしてくださった方がね、多くて、ああ、いいなと思いました。ああ、いいなと思ってました。そう、皆さんがね、いろいろとね、美味しそうな写真とか、綺麗な写真、ね、癒せる写真などをね、あげてくださるので、そう、私もいろいろと、から写真から気持ちに影響がいろいろね出ております。ありがとうございます。はい、明日から出勤なんで元気もらいます。明日から出勤頑張ってください。ファイトです、ファイトです。私も何か私の配信でね、配信でなんていうんだろう、疲れたと聞いていかがあるか、ちょっとね、お休みの時とかは見て、ね、
疲れが取れたらいいしなと思います。はい、じゃ続いて猫を歌わせていただこうかなと思います。あいにょんさんの猫歌わせていただきます。クエストありがとうございます。あ、今日一人の日なんですか。ひとみね。あ、じゃあひとみいいですね。おはるさくらこさんのひとみも歌わせていただきましょう。いただきます。あ、私初めてマグちゃんライブ来ました。あ、全然、では今年もよろしくお願いしますですね。今日今年初の配信来ましたって方、ね、今年もよろしくお願いします。はい、ではあゆなさんの猫を出していただきます。リクエストありがとうございます。ちょっと練習させてください。ちょっと出ないかもしれないからいけるかな。抜けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕が君を手放してしまった。出てるかな。明日が不安だ。 OK、 では出していただきます。ありがとうございました。はい、パチパチたくさんありがとうございます。ありがとうございます。よかった、そらゆるさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。よしさんありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。こんばんは。すみません、あとちょっとで、今日一日で飲み切れるペットボトルなので、すみません、ちょっとまたラッパ飲みさせていただきます。失礼します。すみません、失礼します。OK、 はい、つばきさんありがとうございます。まねこさんありがとうございます。つくめさんありがとうございます。ひなかば最高でした。ありがとうございます。たかさんありがとうございます。みなさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。 OK 今回あれは書いてないです。はい、こんばんは。ライスもたくさんありがとうございます。151個もありがとうございます。
では大原さくら子さんの瞳から歌わせていただこうと思います。最後かな、あの瑠璃色の地球をもう一回ね、あの覚えさせていただいたので、もう歌わせていただこうかなと思っておりました。時間がかかったらね、出していただこうと思います。ありがとうございました。歌声聞いて元気出ました。大さんありがとうございます。かったです、ありがとうございます。はい、手田さんありがとうございます。名前変えておかないと、そう、まゆちゃんし怒られちゃうんだけど、今回は書かなかったです。ずっとね、あの冷蔵庫には入れてなかったので、常温でね、今冬だから全然冷たくなりすぎちゃうので、なので自分の部屋で常に飲んでたのでちょっと大丈夫だったんですけれど、はい、そう、怒られちゃうからね、飲まれちゃったり。では大原さくら子さんの瞳歌わせていただきます最後の一秒まで集めたこの想い、積み重ねてきた毎日は君の音を裏切らない、眩しい光さんの瞳でした。ありがとうございました。データありがとうございました。1月3日瞳の日ということね。はい、ありがとうございました。はい、たくさんポチポチありがとうございます。リクエストありがとうございました。のりーさんありがとうございます。ありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。徳明さんありがとうございます。デタさんありがとうございます。ソレロさん10個もありがとうございます。あら、もう2位、あ、ありがとうございます。うわ、2位です、ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。どうしよう、ルリルの地球はまた、うん、次の配信に出していただこうかなと思います。はい、ありがとうございます。ごちーさんありがとうございます。ごめんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。瞳の日ね、私は瞳はなんか茶色寄りですね。そういう話じゃないかな。あれ、瞳って違うか、それ、あれ、瞳は色じゃないもんね。そこは光彩だもんね。光彩じゃなくて色彩、彩色、色素なんとかだから違うか。瞳は黒い部分ですもんね。今光ってるところ黒い部分ですもんね。はい、ありがとうございます。久米さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。はい、
質問を閉じてもよかったですね。また歌わせていただこうかなと思います。はい、ではリクエストをここまでさせていただこうと思います。たくさんリクエストありがとうございました。ありがとうございます。よまささん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ではここまでオリジナル曲を入らせていただこうと思います。ここまでお時間作ってみてくださってありがとうございます。今さっき見に来てくださった皆さんもありがとうございます。こんばんは。お時間作ってくださってありがとうございます。はい、そう、私をあのコメ、ね、コメントで今していただいたコメントなんですけど、私はありがとうね、すごく、ね、たくさん言ってますねって、一番言ってるじゃないかなみたいな、そうコメントにしてくださって、山猫さん、花火ありがとうございます。気持ち的仲間でした。ありがとうございます。伊沢さん、ありがとうございます。マスさん、ありがとうございます。ねくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、すごい、あ、そう、ありがとうございますって一日何回もね言うから、結構ありがとうございます言う人ランキングみたいなのあったら結構上位入ってる誰かなみたいな、そう、そんな感じのね、あのニュースでコメントしてくださってた方がいていらっしゃって、確かにそうだなと思って、うん、前向きな言葉だし、ありがとうっていいよなと思いました。そう、後輩知らなくてなかったら絶対にありがとうございますって言わないから、で1位だね。うん、皆さんのおかげです。そう、ね、皆さんいらっしゃらないとありがとうございますって言えないから、ありがとうございます。リザさん、50個ありがとうございます。ありがとうございます。ユウさん、ありがとうございます。そう、数えたくらいですよね、ありがとう何回言ってるのかなって。まあ、1万回は言ってるとして、何回言ってるんだろうなって、365日の中で結構1日の中でも言ってますよねそう、まあ、でもそれほど本当にね、ありがとうございます。そのありがとうございますの気持ちになれないようにしないといけないんだけど、はい、ではオリジナル曲入らせていただこうと思います。OK。 ではテレビ朝日さん、歌活の主題歌奏で続けるを歌わせていただきます。よろしくお願いします。5つの声が一つになって、涙が止まらなかった、不思議な経験したんだ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。はい、ちょっとピックが滑り落ちそうになっちゃった。はい、
失礼しました。ありがとうございます。だってどっちもたくさんプレゼントで応援ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして私と私、歌わせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。では、お部屋探しの賃貸さんとの夢応援ソングを私と私、歌わせていただきます。よろしくお願いします。久米さん、ありがとうございます。皆さんもたくさんありがとうございます。はい。全然蓋が閉まない。ありがとうございます。で、いきます。テレビ朝日さん、おたかつの、あ、間違えた。すいません。お部屋探しの賃貸さん、賃貸さんとの夢応援ソング、私と私、歌わせていただきます。ありがとうございます。はい、22曲、おやさ、新体さんとの夢応援ソング、私と私でした。ありがとうございました。
はい、この曲はこの曲 MV を YouTube にアップしていただいておりますので、ぜひぜひ見てみてください。各サブスクでもダウンロードしていただけますので、よかったらダウンロードよろしくお願いします。失礼しました。はい、またダウンロードしてくださってる皆さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、また六本木にある賃貸さんの大型ビジョンにもこの曲の MV 流していただいておりますので、お近くに行かれる時ありましたらぜひ見てみてください。見に行ってくださった皆さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、いいね。一人暮らしするならどんな家に住みたい？コールマンさん、ありがとうございます。メリーさん、ありがとうございます。今年こそ見に行くね。ありがとうございます。そうね、ちょっとまたお答えさせていただこうと思います。また、賃貸さんのラジオでラジオ CM ソングとしても使用していただいております。ラジコというアプリをインストールしていただいて、ぜひ聴いてみてください。全国放送番組はケリーポンピムチャプターゼロタチオハートという放送番組です。です。ありがとうございました。ちょっと語尾伸ばしすぎちゃった放送番組です。はい、こちらの方もたくさん聞いてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつも聞いてくださってありがとうございます。そうね、一人暮らしするならあんまり広くない家に住みたいです。あとあんまり、なんて言うんだろう、範囲が広いと、その分ちょっと散らけちゃうから、片付けも面倒になっちゃうから、あんまり広くない部屋で、こじんまりとした、アパートかマンションか、1階建ての、こじんまりとした一軒家に住みたいですね。住めたら。うん、そう。掃除とかが大変だから。うん。まあ、リビングと、もう一部屋、6畳ぐらいの部屋があって、台所があったらいいかなと思います。ん？あ、一軒家だとしたら2階建てじゃなくて1階建てがいいです。うん。だから寝る部屋が6畳ぐらいで、リビングがまあ8畳ぐらいで、そこにいろいろと置いて、あと、あれ。ロフト落ちそう？ロフト落ちそう？はい。そうだよね。まあ、セキュリティとかも大事だから、マンションかアパートがいいかなって思う。そう思うと、だってそりゃね、そりゃ、こじんまりとした部屋がもったいないからね。はい。え、広すぎる？ちょっと待って、8畳と6畳の、ちょっと待って、イメージが違うかもしれない。全然違うかも。はい。まあ、理想、全然まだ無知なので、無知だから、無知なので、無知なので、言ってることと想像が全然違ってると思う、多分。うん。それでも音楽とかやるにしたら、そう、一戸建てが、まあ、相当一人暮らしして一戸建てだったら結構きついと思うけど、うん。あ、でも2階はなしよ。1階だけの一戸建て。ほんと、こじんまりとした。はい。はい、そんな感じの理想ですね。はい、現実はそんな甘くないと思うけど、はい。そうだよね。何でも夢は大きくですよね。ちょっと甘く見すぎてるかもしれない。家に関して。はい。憧れるよね。そう。2階建てじゃなくて1階建てに憧れるかな。はい。よし。でももう一つ、そうですね。告知させていただかないとね。はい。あ、そう。でも賃貸さんのね、MV を撮らせていただいた、お部屋。すーごい可愛くて、真っ白で、ほんと真っ白けけで、うん、なんかすごい憧れる女の子の部屋、女の子の一人暮らしの部屋で、すっごい憧れました。ああいう部屋がいいなって、その時思いましたね。
前も言ったから多分その前も言った、はい、という話ですね。はい、で、ライブの告知させていただきます。1月9日日曜日にライブに出演させていただきます。どういったライブかと言いますと、弾き語り女子博2022引き女フェスというライブです。はい、日時は1月9日日曜日、お時間は夕方の、4時30分からスタートです。会場は渋谷スポティファイオーエストという会場になります。はい、昨日のね、昨日からカウントダウン始めました。いよいよですね、今週、あ、今週に入る、ちょっとにあって日曜日は入れるか、でもあと1週間もない。はい、昨日書かせていただいたね、カウントダウンの紙、可愛くなかったですか？すごく可愛く書けたなと思って、ピンクも弾き語り女子博さんの、あ、弾き女の、弾き女さんの、広告の、広告のね、見て、画像を、ピンクと黒だから、可愛いから、近づけてイメージを。でね、落書きもちょっとしたんですけど、まさか白の字間違えとって、なんであの間違い方するんだろうなって。思って、もうやらかしたと思いましたね。言ってくださって気づいて、間違えちゃったね。恥ずかしいわ、あの間違いは。うん。まだテストとかじゃなくてよかった。はい。そう、間違えちゃったね。あれかけ、かえかけて、はい。今日もすみません、直前になってホワイトボードじゃなくてブラックボードのペンを思い出したので、今日もちょっと紙で行かせていただこうと思います。はい、まあ、でも紙すごく上手に書けたなって自分でもできるいいなって思ったから、あのままね、日にちを変えて使わせていただいてもいいかなって前みたいに思うけど、はい。でね、弾き語り女子、弾き女さんのツイッターの方でも、もうダイジェストがね、出ていて、ね、見てくださった皆さん、ね、ありがとうございます。ダイジェストが出ております。もういよいよって感じですね。はい。当日、お会いできることを楽しみにしております。うん。ありがとうございます。見ました？見てくださってありがとうございます。はい、OK。 では最後オリジナル曲歌わせていただいて終わろうと思います。はい、こんばんは。まあ、さっきも来てくださった皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。明日はゆっこさん、ありがとうございます。プレゼントもすみません、ちょっとお話夢中になってしまって見てなかった。たくさん応援ありがとうございます。今日はいいかな、今日はニュートアウトしていただこう。昨日は僕の後悔と布団でしたね。この公開と布団でしたので、玉尺師、線香花火、片思いの歌、線香花火、線香花火、あ、大事室だった、あなたが好きな自分が好き。結構最近なんて言うんだろう、全部結構回って歌わせていただいてますよね。うん。なので、どんな曲でもいいかなって思う。うん。私は、10回見たい。私、10回見たい。生で。ありがとうございます。そうね、ほんと、コロナが収まっていろんな場所に飛べたらいいんですけれども、ぜひお待ちしております。いい場所。そうだ、10時までだから、ちょっとゆっくりできないんだね。そうだ、ゆっくりできないから、どうしよう。できないんだ。で、どうしよう。どうしよう。OK、ありがとうございます。布団、あれでも布団って
昨日布団していただいたよね。まあ、もう一回布団で、OK、布団通していただきます。なんか迷った時の布団みたいになっちゃってるけど、まあ、まだ、まあ、そんな揺れる言い方ですよね。はい、今日はじゃあ布団で、じゃあ次回が、お供え着し、線香花火2曲歌いたいな、歌わせていただこうと思います。じゃあ行きます。一緒に連れてくださってありがとうございます。でも明日からね、おはようきって方も、明日からお仕事などね始まるって方もね、たくさんいらっしゃると思いますの で布団でね、よかったですね。明日からまた一日頑張ってください。頑張りましょう。早起きねされる方もたくさんいらっしゃると思います。寒い中ですけど頑張りましょう。はい、ではありがとうございました。ちょっと10時過ぎちゃってるので、ちょっと早めに終わらせていただきます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。歌ってる途中もたくさんプレゼントで応援ありがとうございました。はい。ライスもたくさんありがとうございます。では今日もお時間作って見に来てくださって本当にありがとうございました。温かいコメント、リクエスト、プレゼント、ライス、たくさんありがとうございました。はい。ね、本当に今日2日目、イベント、ね、イベントは、参加させていただいてから2日目の、配信になるんですけれども、で、2日目でもう2位ありがとうございます。もう2位にならせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。最終日まで頑張らせていただこうと思いますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。はい。では、皆さんまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。最後までありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様でした。バイバーイ。回ります。3、2、1、バイバイ。